本日はビーパルでソロキャンウッドテーブルの付録がついてきたので、そちらの開封をしたいと思います。結構大きめですね。雑誌と同じくらいの大きさです。で、実際に開封していきます。マルチツール系は興味があるので、後でゆっくり読みたいと思います。画面の注意事項としては、そうですね、ロープでしっかり固定してくださいとか、やっぱりまあ、留め具ちょっとどうやって組み立てるかまだイメージついてないんですけど、まあ外れたりしやすいのかなっていうのが見受けられます。で、そうですね、腹皮質感なのでささくれトゲには十分注意してくださいということです。で、重いものは乗せないでください。熱い鍋は直接乗せないでくださいですね。はい、一回開封していきます。はい、こんな感じの袋に入っています。じゃあ実際に組み立てていこうと思います。はい、組み立て終わりました。ちょっと若干いろいろ緩めなんですが、まあ物置自体は問題ないかなと思います。一旦ここの外の部分に穴があるので紐を通して、まあ、ロックをかけました。で、まあロープで固定しているだけなのでかなり緩いです。で、この突っ張りの部分も結構浅めなので簡単に外れちゃいますね、これは。で、ちょっと下からロープで引っ張っているんで、力が、そうですね、こう斜めに入っていく感じですかね。ちょっと合ってるかわからない。うん、でも普通に物を開けそうですね。ちょっと物を置いてみます。大きさ自体は、だいたいカップ3つ分くらい置いたらいっぱいになるサイズなので、そうですね、ここで何かコンパクトなストーブでお湯沸かして入れて飲むって感じですかね。お菓子とかこの辺に置けるかなっていうところですけど、結構やっぱりコンパクトなのでかなり、まあ、手狭ではありますね。その代わり、うん、結構デザインがいいですね。ちょっとここの紐を縛るのとかは、まあ、ぶっちゃけ手間ではあるんですけど、結構いい感じですね。ちょっと素手で一回触ってみたい。うん、肌触りも非常にいいです。うん、肌触りめっちゃいいですね。気持ちいい。そうですね、お茶するくらいだと全然これでいいかもしれないですね。個人的にはこれは持ってきたいものです。うん、ちょっとここでこうやって動いちゃうのは気になるところではあるんですけど、まあ許容範囲ですね。置いてからガチャガチャ動かしたりはしないんで、まあ問題ないかなと思います。ちょっと重さとかも測ってみますね。重さはだいたい 366g ですかね。もう一回測ってみます。うん、 366g ですね、だいたい。はい、あ、ちょっと見た目よりも重たいですね。で、本当はこうやって横にしてロープで縛る的なところが記載されてたんですが、ちょっとこのいちいち組み立てるのが個人的には手間なので、こんな感じで、まあ、ちょっと横と縦軸になっちゃうんでこう広がってしまうんですけど、もう常にこのロックの部分をつけたまま持っていれば、こんな感じで持っていけるんじゃないかなと思って、ちょっとかす、あ、でもかさばっちゃうかな。そうすればここのところを緩めるだけで、よいしょ、ち
またすごい。組み立てられるっていうメリットは。こんな感じで組み立てられるっていうメリットはあるかなと思いました。まあ木材なんで結構こういう木の、はい、細かいゴミとかが出てしまうのであまりお家だと開かない方がいいかもしれないです。結構はい後で掃除するんですけど、うん、ちょっといろいろ、はい、木材が出ますね。はい、ご注意の方お願いします。全然使い用途がないとかではないのでこれから何回かちょっと使ってみたいと思います。まあ利便性を求めると全然アルミテーブルとかの方があると思うんですけど、結構はいデザインが好きですね。ちょっと持っていきたいと思います。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。